いただきます。どう見てもうどん屋さんには見えない。家族でも住める落ち着いた町って感じなのかな。お腹空いた。来た。季節限定の牡蠣のおうどん。プリップリの牡蠣がこんなに。贅沢にもうどんで食べられるなんて。いただきます。